はい、どうもジンさんです。今回は解禁された公式 Q&A で明かされた浦原さんが一心にバイザードの詳細を明かさなかった理由について共有していこうと思います。何が何だかわからない方もいると思いますので、まずは簡単に状況をおさらいした後、すぐに公式 Q&A を共有して、その後にいろいろと話していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。さて、まずは状況から簡単におさらいしていきましょう。今回の Q&A はこちらのシーンに関するものとなります。皆さん、このシーンを覚えていらっしゃいますでしょうか。原作22巻188話、アランカル編冒頭で死神の力を取り戻した一心がアランカルと化したグランドフィッシャーを撃った直後のシーンとなります。そこで一心と浦原はバイザードがイチゴに接触したことについて話しております。その時一心は禁術を使ってフォローの力を手にしようとした元死神の無法集団、所在も思想も一切不明、厄介だぜと語っております。これを聞いた浦原は、けど黒崎さんに接触してきたということはと反応し、そのまま会話を進めていきました。実はこの浦原の反応はおかしいんです。というのも、浦原はバイザードの詳細を知っているんです。原作37巻、約100年前のコンパク消失事件が描かれた過去編にて、バイザードが誕生した理由、そして彼らを救ったのが浦原喜助だということが判明しています。なので一心が持つこの情報というのは全てデマであり、本当はいい死神の集団で、彼らはただの被害者なんだよというのを分かっているはずなんですね。しかし浦原喜助は一心に対して訂正をしようとはせず、何も言わず会話を進めていました。これについては初期段階で設定が固まっていなかったのか、それとも何らかの事情があったのか、いろいろと考えられるわけですが、それについて久保先生から言及されたということになります。ちなみに一心がバイザードを知らない理由に関しては、単純に時期が違うからでいいでしょう。コンパク消失事件は約100年前に発生し、当時の10番隊は死亡し空席、その後一心が10番隊だったのは約20年前になります。なので一心はコンパク消失事件やバイザードを伝わった情報でしか知り得ておらず、逆にヒラコラバイザードは一心と面識がないため、発生した一心の霊圧を誰のものか判断できていなかったという感じでございます。というわけでおさらいはこれぐらいにして、すみません、お待たせしましたが、解禁された公式 Q&A を見てまいりましょう。質問188話で、一心さんが20年ぶりに死神の力を取り戻した際に、一心さんは浦原さんとの会話でバイザードについて言及していました。そこではホロー化を制御する手助けをした浦原さんが、彼らの素性や思想に関する詳しい情報を持っていないような素振りでした。これは単純に一心さんに明かさなかっただけなのでしょうか、それとも過去編以降関わりがなかった等の理由で、本当にその時バイザードらが何を企んでいるのかわからなかったのでしょうか。この質問に対して久保先生は、回答を一心に明かさない方が一語のホロー化制御についてメリットがあると考えたからですということでした。いかがでしょうか。まあ大方の予想通り、浦原は何かしらの思惑があってあえて言わなかったということが判明しました。しかもその理由が、イチゴのホロー化制御についてメリットがあると考えたからということでした。これについてまず前提として大きく2つ話す必要があるかと思います。まず1つは浦原の目的、なぜ浦原がイチゴのホロー化制御に関して干渉してくるのか。もう1つは一心に話さないことがメリットとなる理由です。1つずつ見ていきましょう。まず浦原の目的、なぜイチゴのホロー化制御に干渉してくるのかという点について言うと、結論、浦原はアイゼン討伐のための切り札として黒崎一護という存在を成長し戦えるようにするプランがあったということになります。どういうことかというと、浦原喜助は一心と正樹の間に生まれた一護というとんでもない存在に注目していました。死神、ホロー、クインシーが合わさる稀有な存在、アイゼンですら一護については最大の研究対象として、様々な強敵をぶつけて成長を促すほどでした。これは浦原喜助も同様で、彼も一護という存在には注目しております。また浦原の当時の目的としては、アイゼンを阻止することが一つありました。約100年前のコンパク消失事件で濡れ衣を着せられ、現世へ追放されてしまった浦原は、ああもうやってらんないっす、現世でどびどび暮らすっすとはならず、アイゼンの謀略を阻止するために水面下でいろいろと手を回していました。具体的には、イチゴへ霊力を譲渡したルキアに接触し、6巻のメノスグランデ戦ではルキアに爆動をかけ、イチゴにとって必要な戦いだと生還を強制させたり、2巻のおまけページでは、さあここからが大変だと動き出す意味深な浦原が描かれていたりなど、明らかに彼が何か手を回していたことが描かれています。ここら辺については以前動画を投稿しているので、概要欄からご覧ください。以上のように、浦原はアイゼンを止めるため、一心と正樹から生まれる黒崎一護をアイゼンを倒せる存在へ成長させていったということです。これが当時の浦原の目的、および一護のホロー化制御に干渉する理由となります。正直、浦原が一護の有する因子、それらがもたらす化学反応を一体どこまで見えていたのかは分かりません。実際アイゼンですら分からず、経過観察を決め込
込むほどですから、浦原も完全に分かってはいないというイメージでしょう。しかしいずれにせよ、複数の因子を持って生まれる一応がまず死神代行として覚醒したのであれば、次に来るのは一心の霊視で紐づくホロー、ホワイトの存在でしょう。どう覚醒するかは分かりませんが、死神プラスホローで絶大な力を得る、これはアイゼン討伐に必要な進化の段階であると浦原が考えるのは当然です。そしてそのために最適な師匠といえば、すでに内在闘争を制しホロー化をものにしたキラコラ・バイザードしかいません。実際作中では浦原の目論見通り、バイザードのおかげでイチゴはホロー化をものにし、エスパーだと渡り合えるほどの力を手にすることに成功しました。以上が浦原の目的、イチゴのホロー化制御に干渉する理由となります。まとめると、アイゼン討伐には大きな力が必要だと考えた浦原は、一心と正木の間に生まれたイチゴに注目し、彼に接触し成長を促すことでアイゼン討伐への最大の切り札に仕立て上げた。そのための一つの段階として、ホロー化による進化が必要であり、そのためにバイザードの力を借りたというところであります。ここまでで浦原がどこまで直接手を下し、どこを裏で手を回していたのかというところについては、作中の描写を見ていただきたいのですが、ざっくり言うとこんな感じでした。というわけで続いては、一心に明かさない方がイチゴのホロー化制御のメリットに働く理由について考えていきましょう。というわけで、先ほどはなぜイチゴにホロー化制御をさせるのか、浦原の当時の目的について簡単に迫っていきました。これで大体当時の浦原の思惑が見えてくるかと思いますが、続いては一心に明かさないことがイチゴのホロー化制御についてメリットに働く理由について考えてみましょう。こちらについて結論から言うと、一心の親心がまず真っ先に考えられるかと思います。一心はイチゴやカリン、ユズの父親です。教育方針としてはカリン、ユズにはべったり過保護な一方、イチゴについては放任主義と語っていました。しかしちゃんと親としてこう心配する気持ちは当然あり、イチゴがソウルソサイティへ行くときにお守りを預けたり、死神代行消失編ではイチゴに死神の力を取り戻させるための協力を浦原から仰がれた際は、少し考えさせてほしいと少し思い悩んでいた様子が小説で描かれております。また同じ小説内にて、力が戻るということはイチゴが再び戦いの場へ駆り出されるということである、父親である一心が思い悩むのも当然だったと記載されていました。こんな感じで一心はイチゴに対して放任主義だと言いつつも、心配するところは心配しており、お守りを預けるなどたまに干渉してくるいい親父であることが伺えます。イチゴの仲間を守りたいという気持ちを尊重しつつも、やっぱり父親としてイチゴが大切だから、最愛の妻が命を懸けて守った大切な息子だから、時には手を回すし時には干渉するしと、そういった父親なのが一心というパパなんです。これを踏まえて一心の当時の反応を端的にまとめると、とりあえず静観していることがわかります。一心はバイザードについてマイナスな印象を持ちつつも、イチゴから遠ざけようとはせず、浦原に何か相談するわけでもありませんでした。実際連中も俺たちと同じように戦いの準備をしていると、まだ敵として断定していないどころか、ワンチャン同志じゃねぐらいな印象を感じさせるセリフも見受けられます。この一心の様子を見た浦原は、下手なことを言って一心が心変わりする可能性を排除するため何も言わなかったのでしょう。たとえそれがバイザードはアイゼンにはめられた被害者で、アイゼンを撃つという目的では同志なんだと、彼らにとってプラスの言葉、一心のマイナスの印象を覆すような言葉であったとしても、それが変な方向に傾く可能性はゼロではありません。一心が彼らをどう思っているかはさておき、現状生還を決め込んでいるのであれば、自分からは何も言わず、このままことが進んだ方が都合がいいと判断したんでしょう。結果的に作中ではイチゴはバイザードの下でホロー化を習得しましたが、もし仮に一心が途中で心変わりし干渉してこようとしたら、その時はその時で浦原には考えがあったと思います。このように多岐にわたる未来、あらゆる可能性を考慮し、そのほとんどに可能な限りの解を用意する、自身の目論みがある程度想定通りに進むように裏で手を回しながら時に干渉し進めていく、これこそが浦原喜助の最大の強みであり、湯川派から突起戦力の一つ、未知数の手段に選ばれる理由というか、突起戦力たる恐ろしさが垣間見えるシーンでもあると個人的には感じた次第です。以上、浦原があえて一心に何も言わなかった件に関する解禁された公式 Q&A の共有でした。動画の内容がいかがだったでしょうか。皆さんの感想、考察はコメントから教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。